するしない。皆さんこんにちは。さあ、この M リーグルール解説、前回のまとめはこちらになってます。さあ、それでは今回もやっていきましょう。第13条、積み場についてです。1番、連チャンおよび閉局の時は次の局を積み場とし、以後回数とともに増やしていく。2番、積み場の表示は卓中央部のデジタル表示のみとし、100点棒は卓に出さない。3番、1本場につき300点を上がり点に加算する。4番、この上がりをもって積み場を消滅する。さあ、この積み場、今ざっと4項目全部読ませていただいたんですけども、積み場は皆様はよく100点棒を1本場になった時に置く、これ麻雀のプロ対局でも一本場今置いてるんですよね。ただ M リーグでは、今天下目で映りますでしょうか。さあ、この今デジタル表示のなっていて、この100点棒の代わりに連チャンというボタンを押すと1本今光りましたね。で、2本場だったら2本、3本場だったら3本っていう風に光っていきます。ちょっと M リーグ自体と卓は違うので、 M リーグは実際多分斜めに1本ずつ増えていく、このデジタル表示のみで1本場か2本場かっていうのを確認しますよっていうことになっております。そして今4本ついてます。なので4本場かける積み場は1本につき300点なので1200点加算っていう風になっていくのが積み場の M リーグの説明となっております。続きまして第4章ですね。競技の詳細。第1条、競技行為。1番、発声を必要とする競技行為は発声をもって開始とし、行為完了をもって終了とする。2番、競技行為の確認は審判が行うが、対局者も他者の競技行為を確認し、競技を進行させる責任を相互に持たねばならない。第2条、優先順位です。1番、競技行為の優先順位は次の通りとする。1番が上がり、2番がポン、カン、3番がチーとなっております。2番、ポン、カン、チーの発生が被った場合は順位通りに優先されるが、発生が遅れた場合や聞こえなかった場合は審判の裁定により判断される。認められなかった行為は罰則対象にならない。3番、チートは発生の後手中のターツを開示して、上座の捨て合いをそのターツに加え瞬通を作り、事故の右側風呂法第6条を参照して、以下ポン、カンも同様に従って風呂し、任意の1枚を捨てる行為を言う。2番、地位への行為を行った後でのポン、カン、ロンは審判に著しく遅いと認められた場合は反則行為とする。3番、同時発生の場合は審判の裁定に従う。この場合で成立しなかった地位は空地位とはならない。以下ポン、カンも同様。第4条、ポンですね。1番、ポンとは他者の捨てた牌に対し直ちにポンと発生し、府中の統一を開示し、その牌を加えて構図を作り、風呂法に従って風呂し、任意の1枚を捨てる行為を言う。2番、ポンの行為を始めた後の審判に著しく遅いと認められたポンは反則行為とする。3番、同時発生の場合は審判の裁定に従う。第5条、カンですね。1番、カンは暗カンと民カンの2種類がある。2番、暗カンとは事故のツボ盤の時、まずカンと発生し、支柱かっこツモ牌を含むにある4枚の同一牌貫通を開示し、そのうちの内側2枚を捨てて事故の地の右側へ出し、補充牌としてワン牌末尾牌を1枚取る行為を言う。リーチ後の暗貫はメンツ構成の変わらない暗貫なら可能、逆の増減は問わない。じゃあ実際にですね、このリーチ後の暗貫はメンツ構成の変わらない暗貫なら可能となっております。これですね、メンツ構成の変わらない暗貫というのはこういう手牌の時ですね。ここにリーチ後に E ピンを持ってきました。これは E ピンがあんこなんです。で、町も変わらないんですが、なんとこれは貫ができません。なぜかというと、実はこれ234こう取れば E ピンって泣けますよね、貫できますよね。ただそうではなくてですね、これは実は1,2,3にも取れて、これだと E ピンが貫できない。これはメンツ構成、メンツの構成が変わってしまいますよと。
いうことになってまして、こういうのはこれが2だった場合の時しか D1 語の面構成が変わる感っていうのはできないですよということとなっております。そしてそして、まあ説明しなくてもいいかなと思うんですが、一応ですよ、訳の増減は問わないというふうに書いてありますので、実はじゃあこれですね、じゃん、皆様これが何か分かりますか？これは麻雀における役満の一つです。これは1で上がるとなんとこの中連ポートという役になります。しかしですよ、これを例えばリーチ打ってます、ここに9万を持ってきました。これはなんとメンツ構成自体は変わりません。ただこの9を暗換した時点で役満の中連ポートの形はなくなってしまいます。しかしこの9万は暗換できますよと、役が消えてしまいますが、役の増減は問わないと書いておりますので、この9は暗換できるという結構マニアックなことなんですが、こういうふうなことをエムリーグルールではお話しています。3番、民間の取り決めは以下の通りとする。1、果敢まず間と発生し事故の民交通に支柱積も牌を含むより同一牌を加え補充牌としてワンパイ末尾の牌を1枚取る行為を言う。2、大民間ターチャの捨て牌に対し直ちに間と発生し支柱の暗交通を開示しその牌を加えて貫通を作り事故の地の右側に風呂法に従って風呂し補充牌としてワンパイ末尾の牌を1枚取る行為を言う。3番、同時発生の場合は審判の裁定に従うという形になっております。ここでは果敢の仕方ですね、果敢の仕方というか見せ方の説明だけさせていただきます。今9万を対面の、シャーチャーの方からポンをしてます。そこに自分で9万を持ってきました。これを勘するとき果敢と言います。ただこの勘をしたときにここではありません。勘をしたときに乗せるときは必ず泣いてるときの上ですね、シャーチャーの方から泣いたときはこういう形になるのが果敢のやり方です。カミチャのペイチャの方から泣いたとき、これは今度はこういう風に上に乗せると。最後なんちゃの人から泣いてるときですね、これも上に乗せる。これが一般的な果敢のやり方となっております。4番、一局中の回関数は全体で4つまでとする。5番、カンドラはカンツの開示が確認された時点で発生、速やかにカンドラ表示牌を表示する。チャンカンによりカンが成立しないときカンドラは表示されない。このチャンカンというものは一つの麻雀の役となっております。これは今説明しましたね、果敢の時に発生します。今9万を僕がポンしてます。そして9万持ってきました。カン、本来はこの勘で速やかに表示牌のカンドラをめくらなければいけないんですが、なんとこの牌で他の方に上がりが出た時、6、9万待ちの時に9万を僕がカンって言いました。その時にあ、その9万は川に切っている牌ではないんですが、これはチャンカンという役になりますので上がることができます。その場合はカンが成立していないのでカンドラ表示はめくれないということとなっておりますと、ここでは説明されています。皆さんお分かりいただけましたか？そしていかなる場合でも暗勘のチャンカンは成立しない。今ご説明したように果敢でのチャンカンはありますが、手牌の中から自ら4枚を晒した時、これが自分の6、9万の待ちであっても、あるいは国士無双の9万待ちであったとしても、これはチャンカンという役にはなりませんよということになっております。